さんに今日はコアレスモーターというのの特徴をご説明したいと思います。コアレスモーターというのはどんなモーターでしょう。コアレスモーター、要するにコア、これは鉄心と言います。レスないですね。鉄心のないモーター、これをコアレスモーターと言います。私が大学を出た時にコアレスモーターの素晴らしいのを見ました。スイスのポルテスキャップという会社が作ったモーターで、これの講演会を聞きに行いました。今でもはっきりと覚えています。そのコイルを見て、その素晴らしさ、美しさに感動しました。なおかつモーターの特性を見ますと 97%、98% というような素晴らしいモーターの効率のいい、そんなモーターでした。こんなモーターを作ってみたいと思っていましたが、とても私たちに作れるものではありませんでした。それで私は勉強して、この円筒型のスイスのモーターに対して私は薄型の扁平モーター、これの研究をしました。その時に一番困ったのがコイルを固めることです。コイルがどのようにしてきちっとした形になるか、フレーミングの法則にあるように全くモーターの回転原理は簡単なものです。その簡単な原理を実現しているのがコアレスモーターなんです。普通は鉄心にコイルを巻いています。例えばよくあるものがこういう鉄心があって、心棒があって、そしてこれにコイルが巻いてある。そしてプラスマイナスの電流を流しますと、ここに N 極ができ、 S 極ができ、そしてこれの吸引反発でぐるぐる回るというのがモーターなんですね。ところが私たちのコアレスモーターは、時速が NS あって、ここに電流が流れる。これによってトルクが働くという、まさにフレーミングの法則で回るのがこのモーターの原理です。ところがこのコアレスのモーターの特徴は、全くフラットにトルクが出てくるとかフレーミングの法則に非常に簡単なんですが、コイルを巻くことができません。そこに一番の不自由さ、難しさがあります。そこを解決したのが今回の銅板を使ってやるモーターです。今回は銅板をエッチングしたそのものをコイルの形に巻きつけたもの、これがこんな形になっています。そして今回のこのものは非常に硬いということです。今まで私たちがやってきたもの、私も振動モーターとかいろいろやりました。その時は非常にトルクが小さい。それは電線を巻きました。電線を巻いていますと、どうしてもコイルがこれほど硬くなりません。そうすると大きなトルクを出すことができません。今回作ったこのモーターは非常に硬くて、ハンマーでちょっとくらいぶつけても変形するようなものではありません。これは銅板を丸めたからです。そこに今までのものとの違いがあります。製法が違うんです。原理は全く簡単です。この簡単なモーターを作った、これがもともとはアメリカの発明です。でも私はそれを勉強して、これをいかに作りやすくするか、そしてこのモーターの特徴をいかに出すかということに今一生懸命になっております。今後私たちが作り出すこのコアレスモーターの良いところを見ていただきたいと思います。そのコアレスモーターの特徴は、先ほど言いましたように鉄心がないことによって鉄損というものがなくなっていることです。この鉄損というものはヒステリシス損、
それからカリウソン、という大きく2つございます。モーターの中にはこの他何があるかというと、導線といいます。これはコイルを巻いている銅の中にある銅が発生する銅の中に発生する抵抗ですね。抵抗損とも言います。この大きく言いますと3つの損失があります。この3つの損失のうち2つの損失がないのがこのコアレスモーターです。ですからコアレスモーターは効率がいいんです。でもなぜ量産化されていないか、たくさん作られていないか、それからパワーの大きいコアレスモーターがないか、これはコイルが硬くできていないからです。私たちはその問題を解決してパワーの大きいモーターを作っています。今回はコアレスモーターの説明をいたしました。